この写真はアンジェラさんという方がヒューストンの近郊で毎年行われる野外フェスティバルのキャンプに参加した時に撮影されたんですね。ちょうどコミュニティの焚き火が行われていて、彼女のお兄さんとお兄さんのガールフレンドの写真を撮りました。するとこのようなものが写っていたんですね。タバコの煙の中に骸骨が浮かんでいるんです。偶然このような形になったのでしょうか。それにしてはとても不気味ですね。過去にも同じような煙とか炎と一緒に現れた幽霊の写真を紹介しているんですが、これもまたそうした一枚なんです。この写真はお母さんが自分の娘を撮影したものなんですね。出来上がった写真を見て母親は驚きました。娘さんの体全体を白いエクトプラズムのようなものが覆っていたんですね。母親はこれを娘が守られていると思っているそうなんです。これはですね、イギリスのバーミンガム出身の52歳のダレン・ハリスさんという男性が撮影したものなんですね。場所は航海、ベリの海ですね。航海の深部で撮影をされました。彼の仲間のスキューバダイバーによって放出された泡がですね、はっきりと骸骨または幽霊のシルエットを作り出しているんですね。たくさんの写真を撮ったですけれども、この異常に気がついたのはイギリスに戻ってからでした。ダレンさんはこの写真はかつてこの場所で溺死した男の霊体ではないかとコメントをしています。これはですね、クチュランさんという若者がフランスの首都パリへ旅行中に撮影したノートルダム大聖堂、ここの内部の写真なんですね。数枚の写真を撮影した中の2枚に得体の知れない茶色のモヤのようなものが映り込んでいました。1枚目は回収席に座っている男性の頭の上に現れているんです。2枚目もですね、同じく回収席付近を浮遊しているような状態で映り込んでいるんですね。かなり古い霊体でもう形をとどめることができずにモヤのようになってしまったのかもしれません。かなり不気味な写真だと思います。この写真は12月の18日、アレクサンダー・スシコフさんという方によって撮影をされました。バラノフスク倉庫という場所のゴーストツアーの時に撮られたものなんですね。ここはロシアのロストフ・オンドンというところにある19世紀の倉庫の複合施設になります。スシコフさんがこの建物の中を歩いている時に目の前に黒い影が現れたので急いでシャッターを切ったのがこの写真なんです。黒いとよくわからないんですが、画面をですね明るくすると浮かび上がります。それは頭が異常に小さい黒い人物で背を向けて動かなかったそうなんですね。子供の霊体なのでしょうか。実際に目で見た霊体を写した珍しいものなんですね。この写真はクイジュリー出身の34歳のイギリス人女性カラー・アンダーウッドさんと友達とレストランで食事をとっている時に友人に撮影してもらった写真なんですね。すると彼女の後ろにまるで空中に浮かんでいるかのように高齢の女性の顔が浮かび上がっているんです。これはですね、彼女の祖母ではないかということなんですね。祖母のアイリーン・ウィルキンスさんはカーラさんが生まれる1年前に亡くなったそうで、彼女はおばあちゃんの顔を見たことなかったんですね。親戚とか身内が言うにはこれはそのおばあさんにそっくりだということなんです。この後にカーラさんは6年も腐れ縁が続いていた男性との縁が切れてようやく別れることができてよかったとコメントをしています。